はい、今シャーペンの芯のケースを集めておりますので、俺と会う機会がこれからあるだろうなっていう人はぜひちょっと集めといてください。こんな高いシャンプー使ったって今更じゃん。4月の中旬になりましたが、福島の方はまだ涼しいっていうか、まだ寒い日もありますね。桜もまだ散ってないです。で、風呂入ってみたらなんか変なものが置いてあるんだよね。これこれ、プラージュシャンプー。クリーミーな泡で滑らかにさらっとした洗い上がりに、まあこれはいいんだよ、普通にシャンプーです。ただこのヘアサロン専売品って何？ヘアサロンの人しか入手できないようなシャンプーなの？なんでうちにあんの？まあ正直それすらどうでもいいんだわ。問題は、一番の問題はこれだよ。 250ml って言ったら普通のシャンプーの半分でしょ。それでこの四角に囲まれてる数字は値段だよね。これ値段だよね。基本的にここに書いてある数字って1600円。これおそらくママのなんだけどさ、ママ、うちのママは妹と2人で歩いてて、お孫さんですかって聞かれるんだよ。こんな高いシャンプー使ったって今更じゃん。っていうことで、おじさんまだ若いので使ってあげましょう。はい、1600円のシャンプー使ってみましょう。よし、いっぱい使おう。ぷにょーっと伸ばして、まず全体に伸ばすんだっけ、シャンプーを。で、洗っていくと、まあ、こないだ YouTube で教わった洗い方だけどね。これなんだろう、これ。まあ普通に、うん、美容室のシャンプーの匂いはするんだけど、これなんか違う。あ、お父さんの匂いだ。お父さんの髪の匂い。これパパのなのか。なわけはないんだよな、お父さん髪ないからさ。正直ボディーソープでいいんだよね、頭洗う。やべえ、めっちゃ使ってんな。これやばいな、ちょっと。俺さすがにママに怒られるな、これ。まあママなんだけどね、これ。なんかこないだ説明書見てみたら、ヘアアイロンって濡れた髪にもできんだね。こんなに毛先痛むとは思ってなかったよ。あ、おばあちゃんからお小遣いいただきました。ありがとうございます。毎回ピン札でくれるの嬉しいけど、ちょっと使いづらいです。今日紹介する YouTube チャンネル、こちら、アコアゴさん。アコアゴでいいんだよね、読み方は。自作パソコン関連の動画を出してるみたいです。で、ジャンク品でパソコンを組み上げてみたりとか、あとは3万円の予算で自作 PC を作るとか、そういう動画が出てます。3万円でパソコン作れたら俺も作りたいよな、マジで。サーフェスの15万が痛かった。もうしばらくお小遣いがない。